おはようございます。即可塾の暗号通貨ニュースの第2弾ですね。えー、なんとですね、暗号通貨仮想通貨におけるアンケートの結果が出ました。あ私が取ったわけではないんですけども、えー、そのアンケートによると5割以上の人が理解していないというふうな認識を持っているということですね。まあ、私の認識では5割どころか99%の方は暗号通貨に対して理解もしてないですし、理解しようとすらしてないのかなというところがあります。 でなぜかというとです、ね、暗号通貨とか仮想通貨というのは完全にデリバティブなんですよ、金融派生商品ですですので相場感っというのとかあのトレードの知識とか、ねえー、そういったものが必要なんではないかなと思うんですけどもそういうのを無視して儲かるからと個人的に短期的に利益があの見込めそうだから。 っていうふうな、こう、なんかギャンブル精神で来ちゃっている部分に関しては、その99%の中に入るんではないかなと思ってるんですよね。もちろん利益を求めることが、ああ、一方的に悪いと言ってるわけではないんですけども、あの、暗号通貨、仮想通貨というのは、社会的に価値を提供しようとしているものであって、個人的な価値を提供するものとしては、ちょっと不向きなんではないかなと感じてるんですよね。特にもう2018年に入ってくると、個人的な利益を追求するツールとしては、向かないかなと。2017年で、いわゆる、 一発逆転の送り人っていうのは終わってしまってですね、その2017年の送り人ですら、2014年ぐらいから仕込んでいないと、それができなかったと。暗号通貨どころか、ビットコインという名前すら誰もが知らなかった、まあ3万円台、4万円台の時に、ビットコインっていうのをあえて掴んだ人が、暗号通貨の、まあ、波に乗って送り人になったと。 そしてビットコインに乗り遅れた方が2015年から2016年あたりで ICO というものに気づいてそこに乗った方が2017年に花開いたということではないのかなと思ってるんですよねさあ前置きが長くなりましたけども先日暗号通貨の意識調査アンケート結果が公開されました暗号通貨仮想通貨コインチェックの流出後事件のアンケートだったんですけども何か変化があったのかなと思ってましたけども約4ヶ月前の回答とほとんど変化がないですよね大きな事件があっても人の意識にはそんなに変わり映えがしなかった とということです、まあ、仮想通貨、暗号通貨を理解しているかに対して理解しているという方は、まあ、8.7%、自称理解しているという方ですよ、ね、そしてなんとなく理解しているという方は40.6%ありまして理解していないという正直に答えた方というのが25.4%、もちろんこの中にはこれから勉強してい理解していきたいという方も含まれていますで、えー、と残念なのが、ね、25.2%の方がこれから勉強したいともは思わないし理解したいともは思わないという完全に拒絶はですよねだだからまだね。 4分の1の方が暗号通貨に対して否定的であって拒絶反応を起こしているってことがここで見て取れるんですよねそして一般ユーザーは今後暗号通貨仮想通貨が普及するかしないかに対してどのような意見をお持ちなのかあなたはどのような意見をお持ちなのかということがこれから本題になってくるということですねそれでは本日の暗号通貨ニュースは以上です、えー、コメントくださった方本当にありがとうございますでは失礼します